こんにちは。主食はお米です。復刻ダンジョン、ドラコバトルロイヤルが来ましたが、前回と、ドロップする子分が違う。倉庫に残していたのに。まあしょうがないので、今回ドロップする子分は、使えるのか、どうか、考えてみます。今回ドロップする子分は、この2種類。打ち倒す者のマスクと、不死身のチェーンになります。それぞれ、12枚集めると、レベル60の SSS まで、進化します。当然進化すれば、スキル威力が上がるので、スキルを見ていきたいと、思います。まずは打ち倒す者のマスクから。スキル威力20から 30% アップ。追加で状態異常を、回復します。同じ子分に、種族レスラーがいるとき、最低スキルが 5% 上昇し、25% から 30% アップに、変わります。スキルの威力から考えると、補助系のカード子分になると、思われ、それを考えると、詰めるカードは、確定、フェニックス、セイントクレアの2種類になります。確定フェニックスが、レスラーになっていたのは、びっくりしましたがわら、スキル威力 20% アップ。残り HP が低いと、最大 35% アップします。一応、ワンチャンは、ありますわら。そして、セイントクレアですが、スキル威力 25% から 35% アップします。でも、少し待ってください。ドラゴンポーカーは、一般的には、補助カードに、合体回避カードを、積むので、古代魔導士を持っていないのであれば、他のカードは1枚しか積めません。ただ、打ち倒す者のマスクを、1枚入れることにより、状態異常を回復するので、2枚から3枚程度、作るのもありだと思います。上級者は、もういらないカードとは、思いますが、初級者は、そこそこ使える子分カードだと、思います。そして、ここからは、私の勝手な妄想ですが、復刻スペダン、ドラコバトルロイヤル、アルティメット28の、復刻が、あるのではと思います。理由として、前回のドロップ子分と変わっていることです。もしかしたら、打ち倒す者のマスクを絡めた、合体回避カードも出てくるかもしれません。あくまでも、妄想ですがわら。次は、不死身のチェーンになります。親分が、爪スキルの時、威力30から 40% アップし、追加で、自分の攻撃と、素早さを1段階上昇します。さらに、攻撃と素早さがプラス5なら、35% から 40% に、スキル威力がアップします。欠点としては、爪スキル限定だということでしょうか。特に、初心者の方は、子分が、足りないので、どのスキルでも威力アップする、子分が、理想的です。まあ、ないよりは、マシなので、自分で無理しない程度に、スペダンを周回して、SSS まで進化させていただきたいと、思います。最後に、一つだけ注意点を。合成できなかった、余ったカードは倉庫に残しておきましょう。理由として、再度復刻した場合に、この2枚の子分カードが、ゴッドまで進化する可能性が、あるからです。倉庫が圧迫してる人は無理には、おすすめしませんが、後悔だけしないようにしていただければと、思います。今回の子分は、絶対に必要なカードではないので、自分のペースでプレイしていただければと、思います。ご視聴、ありがとうございました。